本当に子どもたちの夢になれるようなプレーを選手たちと求めていきます。そのためには我々が、J1 に昇格するという目標をみんなで一つで持ちながら、全力で戦っていきたいと思ってます。新加入会見には有馬新監督や新加入選手など11人が出席しました。新加入選手は8人で、ブラジル出身のフォワードレオミネイロ選手や J1 セレッソ大阪からディフェンダーの田中雄介選手が入りました。ファジアーノは来月24日の開幕へ向け、明日初練習で始動します。